金峰山は、山梨県甲府市と長野県南作郡川上村の境界にある標高2599メートルの山である。別名、甲州を竹山。奥秩父の主脈に位置し、1950年7月10日に指定された秩父玉替国立公園の区域に含まれている。日本百名山、新日本百名山、花野百名山、 山梨百名山及び甲府名山の一つ。山梨県側では金峰山、長野県側では金峰山と呼ぶ。北側から日本海側河川の千曲川の支流、南側から太平洋側河川の釜梨川の源流を発する中央分水峰である。古くから信仰の対象となり、蔵王権現を祀る。古くは金峰山と表記した。 近峰山周辺は四水省に恵まれ、山梨県川中駒郡には、明治諸島まで水晶鉱山が存在した。山頂部は開けていて360度の展望があり、五条岩という大きな岩がある。山頂には三等三角点が設置されている。西側山麓の金山平に、奥、秩父を歩き本に表した、田辺重春と小暮里太郎のレリーフがある。 登山ルートは、山梨県北都市の水垣山荘経由が多く、親しまれている。長野県川上村の近峰山荘付近には、平安時代の修験者の宿坊跡もある。水垣山方面からの景観が良い。ピークのみならば、県境の大田湯峠から登るのも良い。山頂には、金桜神社の本宮があり、古くから修験者の宝祭品や京塚など、近峰山信仰に関わる。 高古遺物の表面採集が報告されている。トースや釘などの鉄製品や海遊陶器などの土器、陶磁器類、古銭や水晶製の水汁玉、土場、装飾円盤など平安時代からの出土品があり、出土遺物は甲府市教育委員会の所有で笛吹市の山梨県立博物館において常設展示されている。近邦山頂から南側の長房左から 朝日岳、国志ヶ岳、富士山、右端は五条岸近方山頂から、北西側の長望中央に、水垣山、中央右に小川山。ありがとうございます。